センザ、行く。右肩痛のため開幕から負傷者リスト入りしていたメッツ、千賀滉大投手が26日、日本時間27日、本拠地でのブレイブス戦で今季初登板の先発マウンドに立ち、6回途中2失点で勝ち投手の権利を持って降板した。6回先頭のライリーを一気に仕留めたが、そのボールの行方を確認しながらマウンドから降りて2歩ほど走ったところで左のふくらはぎを抑え、ひっくり返って痛がった。ベンチからトレーナーらが駆け寄り、状態を確認。自身で歩いてベンチには戻ったが、足がただつっただけなのかどうかは不明。それでもここまでの今季初登板での好投にチームメイトからはねぎらいの声をかけられ、場内からは温かい拍手が送られた。初回、先頭のケレニックを代名詞のお化けフォークで空振り三振に取って復帰戦はスタート。初回に98マイル、約158キロを計測し、5回まで毎回の9奪三振の投球で許した安打は失点した2回の2安打のみだった。復帰戦。うん。どうした?大丈夫か?やばそう。帰ってきて早々。頼むから無事であってくれ。なんじぇ今Qチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。